今日のアサヒハイフューチュリティステークス、見事に馬券を外しました。ピンチです。本当にやばい。今日でとうとう今年の年間収支がマイナス4280円になってしまいました。もう本当にやばいです。何がそんなにやばいのかというと、今年の G1 あと2つしかないんです。今日のレースは1番人気、3番人気、4番人気の馬が、順番は違いますが1から3着でした。先生曰く、硬い決着のレースが得意なはずの私なのに外した、もう競馬の才能ないんじゃないかって落ち込みます。だから今自分の意思を使って波動を上げてきました。どうやって波動を上げたかというのはまた違う動画で話しますね。競馬の方はすごいピンチですが、いいこともあります。今日は競馬場で直接レースを大ファンの武豊騎手が1着、しかも前人未到の勝利数を誇る武豊さんはまだこのレースに勝ったことがなかったんです。もう久々の G1 勝利、確かワールドプレミア君っていう馬さんの菊花賞だったと思うんですけど、それ以来の G1 勝利、そして待望の朝日杯制覇、もう感動してもうすっごいめちゃめちゃ泣きました。もう今日は電車で行ったんですけど、電車の中でもちょっと泣いてました。完全制覇まで、 G1 の完全制覇まであと一つ。もう一つは年末にあるホープフルステークスっていう G1 です。一着になったドーデュース君の馬主さんはずっと武豊さんを応援し続けてる方なので、まあ、きっと関係者の方も感慨深かったんじゃないかなって思います。レジェンドホースとかレジョンデって言われる人はこういう偉業を一つ一つ達成するたびに感動させてもらいます。昨日は私の大好きなアーモンドアイちゃん最大のライバル、グランアレグリアちゃんの引退式をこの目で見てきました。もう2日連続で記念する日に立ち会えるなんてもう本当に奇跡です。今日は解明を出せずに本当にごめんなさい。私の解明はこちらです。今日は1番人気、2番人気の馬単裏表を1点ずつ、あとワイドという馬券の買い方を4通り、これで計6000円で買いました。なぜ固い決着のレースに得意なはずの私が馬券を外したのか。ごめんなさい、止まっちゃいましたが、ちょっと長くなると思うので、それはこの続きの動画でお話ししますね。最後まで聞いていただいてありがとうございました。また来ますね。